スター殿だったかい。またひょうきんな顔だ。豆鉄砲でも狂ったかい。この部屋かい。こいつは半分はかき割りさ。残り半分はダヴィンチ殿から都合してもらって持ち込んだ家財道具さ。だいたいカルデアはどこもかしこも殺風景でいけねえよ。ま、せっかく寄ってくれたことだし、火鉢でも当たっていきな。あいにくと出がらしの番茶しかねえけどな。チョキチョキしてていいね。ちょうど胸口を叩く相手が欲しかったところさ。ま、俺失気してええ仕事をやっつけるわ。気にすんな。そこらに上がって座敷犬みてえにくつろいでておくんな。そうさ、お仲間のサーヴァント連中からの依頼だ。なに、挨拶代わりにはちょうどいいってね。あんたこっちから頼み込んであれこれ書きに行きてえくらいだが、頼まれ分も結構溜まってきたもんだから、まとめてやっつけるのさ。本当は内密にしときたいが、ま、他ならぬマスター殿ならかまねか。マスター殿も口外無用でな。まずはお酒部の姫様だろ。ゲスト原稿とやらでこいつが一番締め切りがやばいらしいや。だから胃の一番に片付ける。次にアンデルセンとの新作絵本の挿絵だ。いいね、好きな仕事だ。それからカイドウまで、あ、いや坂田の金時殿か。モーターバイシクルのエンブレムの元絵とやら、とにかくゴールデンでよろしくだとよ。お金の錦鯉でも販売してみるかね。それとも熊と取っ組み合いでもさせようか。それからフアラオのオジマンデイアス殿の注文。遠近法禁止、ほぼ等身大、画材は岩。何？目先が変わった。面白い。せっかくの珍奇な境遇を楽しまなきゃ損ってもんだ。あとは春画御所の黒ひげ殿に殺生院キアラだ。俺は春画でも遠方でも全然構わねえが。そんなに健能な様子ならちょっと先送りにしとくかい。黒ひげ殿に至っては持参の資料とやらをほれ山のように置いていったが、あうってもうとっくに書き始めてるさ。ちゃんと話は聞いてるよ。さすがに耳で書くわけじゃねえ。よかったらマスター殿の身の上話でも聞かせてくれ。
俺のことだけどさ、呼んでくれるなら北斎で構わねえよ。先生呼ばわりなんじゃこそばゆいな。トト様、学校は学校、町人は町人、サーバントはサーバント、自分の部はわきまえねえとな。メンタル、マスター殿は変わってなさる。こんな尋常じゃねえ化け物屋敷のカルデアで、そんな些細なことが気になるのかい？こうやってマスター殿と話しているときはほとんどお A さん、何しろ体がそうなんだ。ただ真剣な仕事中になればどっちもって感じだな。俺の頭のここんとこと、この指先にはトト様の記憶と絵の技が確かにあるらしい。まったく不思議なもんだな、フォーリナーとやらは。前も言ったが、当面俺とトト様は一人と一匹、合わせてようやく葛飾北斎さん。その発端はトト様の強情だ。聖杯にペコリと攻撃を垂れて、深淵の邪神とやらの神通力まで盗んで道理をねじ曲げ、それでもシャバにしがみついて本物の絵を描きて、神聖の画工になりて、されど邪神に染まりきっちまうのはごめんこむる。こうつくばり上がるんだから、まったく仕方ねえや。そんなこっちに都合のいいばかりの話があるもんかい。おかげでトト様はこれだからな。だったらさ、長屋で肘ぶつけ合ってた頃と同じに、また俺が一緒にいてやんねえかな。当たり前さん、何か変かい？気心筆心合わせてまたトト様と絵仕事をなせるってんなら、それが俺の葛飾王位の本懐さ。ま、ただよ、矢移り癖がこうして俺にまで矢移りしてくれた。さすがに意表をつかれたけどな。おう、かまれさ、マスター殿の好きにしな。けどいつの間にか中身がトト様になってても俺知らねえよ。トト様の冗談はきついからね。とはこんなところか。納得いったかい？分かってくれたなら頂上さ、マスター殿の度量に振幅するよ。静かにしてると思ったらすっかり寝ちまってたとはね。悪くなって本当に犬みたいな寝相だ。妙な寝方をすると風邪をひくよ。おーい、マスターほっぺに落書きしちまう。
してみるとまだまだ子供だな。そんなマスター殿にこの俺ができることなんてさ。とつ国の戦場で滑稽な筆を振るうか、気休めの夢を見させてやるくらいが関の山さ。朝鮮学校なんてそのくらいでいいのさ。な、トト様よ。期限の浮ついた風習があるってな。あれあれ、仕方ね。三時半も付き合ってくれた礼だ。服の隠しに入れとくよ。さーて、こっちもあらがた仕事が片付いた。大浴場で一っ風呂浴びてくるかね。じゃあ行水同然だ。あ、あれがトト様は留守番だ。サーバントの女衆から評判良くねえからな。そうそう、もしそいつがタヌキ寝入りだったら、見るなり焼くなり呪うなり好きにしていいからな。それじゃ、ちょいと行ってくる。